ここから先は我が命に代えてでも通すわけにはいかん。ハンス、今度こそ勝負をつけてやる。行くぞ。負けるわけにはいかんのだ。やめろ、もう勝負はついている。よくここまでたどり着いたな。しかもあのランスを倒すとは。お前が司令官か。降伏しろ。この戦いお前たちの負けだ。降伏か。よく聞け。我々は地球に見捨てられた者たちだ。自分たちの力だけで過酷な宇宙の中を生き抜いてきたのだよ。仲間の多くの死に、かろうじて生き延びた者たちも、厳しい環境に耐えるため、サイバー手術を受けざるを得なかった。減少した作業員は、クローン技術を使って補い、いつの日か、地球が復旧し、救助の手が差し伸べられることを信じていたのだ。しかし、地球との通信が再開されたとき、司令部の連中はこう言った。地球からの支援は一切行われない。そのまま自力で生き延びろと分かっているのか。地球は我々を切り捨て、見殺しにしたのだよ。我々は復讐を誓った。故にこの戦い、死んでいった者たちのためにも絶対に負けるわけにはいかぬ。
ネルギーはすでにフルチャージされた。10年後とも地球を吹き飛ばしてくれるわ。地球を吹き飛ばしたと？どういうことだ。死んでいった我々の仲間に地獄で詫びるがよい。やったぜ。時間がかかっちまって悪かったな。けどおかげで地球が奴らにしていたことが明らかになった。軍の上層部はこの事実をもみ消して俺たちを戦争にけしかけていたんだ。この奥にコロニーレーザーの発射装置を見つけた。このまま地球のお偉方なんぞには奴らと一緒に地獄に落ちてもらいたい気分だが、さすがにコロニーレーザーだと無関係な人間まで巻き添えになっちまうからな。あとは頼んだぜ隊長さん。ゾザリー、しっかりするんだ。ゾザリー